顔見ないで急にって言って、ちょっとちょっとさ、でもそういうのはさ、そういうのはさ、あれちゃん、はちょっと見ないで見ないで。歯医者さんにめっちゃ久しぶりに行ったの。なんでかっていうと、虫歯が中で進行してたんですけど、でも見た目はめっちゃ普通の歯やったのね。で、折れてから虫歯やったんやっていうのが分かったんやけど、行きたくなかったの、めっちゃ歯医者さんに。でも、やっぱ歯悪くなるし、他の歯とかも悪くなるから、その板の奥の歯やったんやけど、で、すごいいいお医者さんやったの。なんか男の人で、結構自分やったん。それ嫌やね、イケメンの歯医者って嫌やね。で、その歯医者さんに行って、なんかすごい大事にしてくれて、歯とかを。もう大事にしてくれて。それはそうや、歯医者だからな。違うんですよ、聞いてほしい。どういうこと、歯を大事にしてくれる。いや、だからその全部あの削るとか、すぐじゃ削ろうみたいな、もうすぐじゃこうしないというふうに。元ある歯を、あの、大切そのままにしてよ、何でもかんでも抜いてもたり、削ったりせんとってことにしてくれる歯医者さん。なんかもうできるだけその神経も残したいとか、これをしたいとか、いい感じの歯医者さんやったけど。歯医者さんってこう何でもかんでもすぐさ、もうとりあえず抜いたりなったりして、最後全部入れ歯にしてしまう人とかおるからな。そうじゃない。それで、あの、まあ、めっちゃいい人やって、でもなんか途中でも終わりかけの時に、僕忙しくなるんで、ちょっといなかったりするんで、ちょっと変わりますね、みたいな。で、最後、あの、直してもらうの違うお医者さんに、任せますねって言われて、違いみたいな。そう、うん、で、その時に違うお医者さんに変えてもらったんだけど、なんか変えてもらった時に初めて、その奥の歯虫歯なんで削りますねって言われて、削らへん言っとったのに。え、でも前のお医者さんに見てもらったんで、あの、大丈夫です、いやでも虫歯なんですけどって言われて、いやでもちょっと待ってくださいって言って、すごいなんか機嫌悪い感じやったし、あとなんか触る時とかも口もっと開けとか、なんかベロが邪魔みたいな、なんかすごいベロが邪魔って言われたりとか。でも邪魔やったよ。でもなんとなくわかるわ、俺もさ、その触られてるとこに強いベロが開けたぶん医者も、お医者さんももうベロはちてみたいになるんやと。とにかくすごい相性が悪かったの。すぐなんか、じゃあもう削りますから、もう聞かへんねん、うちの話とかも。まあ、そこでうちも病院にもう一回電話して、もう一回最後行かないといけなかったのを、やっぱりあの前のお医者さんに戻してくれないともう行きません。予約取る人はごめんなさい、でも前のお医者さんあんまり入らなくなるから前回と同じお医者さんになりますって言われてたんだけど、いやそれだったらもう行けないので、直してほしいので最後まで、前回のお医者さんじゃないと無理なんです。叩かねたじゃないけど、怒ったんだよね。今までだったら、その、言わへんね。なんか、どちらかというと。確かに、あんま、だだく寝てるイメージないわ。そう、なんか、恥ずかしかったりとか、怖かったりするんだけど、今回は、そういうことをしたんだよね。理由があって、それが10年前に遡るんだけど、10年前に、歯医者さんに行って、矯正しに行ったの、自分の歯をね。ちょっと、前歯が、押さえてる感じだったの。ウサギみたいな感じで、こう。あ、逆やったんや。電波の逆バージョンみたいな。逆バージョンみたいなのが、まあ、結構多分、矯正すれば簡単に治るような歯の並びやったんやけど、その時知識全然なかったから、歯医者さんに行って矯正してくださいって言ったら、その時のお医者さんが任せてくださいって言って、でも矯正するより歯かぶせといた方が簡単ですよ、歯を削ってかぶせる方が綺麗になりますよ。神経だけ残して違う歯を刺す方がいいってこと？インプラントじゃないけどセラミックっていうかな、そういうの。セラミック、そんな20歳ぐらいの子に。そう、えー、で、その時に何も知らないから、でもその「でも矯正したいんです」ってその時もそんなに何ていうの強気では言えなかったから、でも矯正したら、いや矯正とかやったら2年ぐらいかかるし時間かかるし結構痛いから、普通に差し歯とかにしてもらった方がめっちゃ綺麗やし、もう自分の歯と一緒やし虫歯にならへんしすぐまっすぐになるし、ポジティブなことしか言わなくて、え、やってもたん？分かんないから、じゃあそれでって言って、前の歯自分の歯じゃない。そんな若い時から。そうで、若い子とか結構削ってきてる子が多いんだけど、マジで本当におすすめしない。私戻せるんだったら本当に戻りたくて、その時に元自分の歯に。そう、やっぱり自分の歯じゃないっていうのはやっぱり感じないのよ、食べる時とか。どうしても何かつけてる感じは残る、完全に自分のものっていう感覚がないから、本当にナチュラルじゃないっていうことになっちゃうの。それってさ、なんかメンテナンスとかいいの？悪くなったりとかもあるんだけど、多分折れたり、やっぱり自分の歯と一緒だから自分の歯も折れたりするっていうのもあるんだけど、やっぱりそうなると1本高いから17円するから
もし何かあったら10何万円かけて刺したりとかする必要が出てくる。矯正は矯正で技術がいいね。中に入ったやつを取り出すっていうのは結構むずいんかな。俺は矯正して抜歯をして隙間を埋めて4本ぐらい歯抜いてするっていうのもあったんだけど、それが嫌って言って抜歯せんと矯正して、でもめっちゃ満足してんねん、ずっと。それ絶対無理。それちょっとゾッとする話やねんけど。ゾッとする話でしょ、本当に。本当に怖いの。だからお医者さんを本当に見てほしいし選んでほしくて、だから最近行った時も行きたくなかったの。虫歯なった時ももう行きたくないの。すぐ削られるとか抜かれるっていうイメージだから。たまたまいいお医者さんに会ったって、すごい歯を大事にしてくれたんだけど、その次に帰られた人がもう、じゃあもう削りますよみたいな、じゃあ上からセメントをやってもうなんかかぶせてみたいな、そんな強制的にみたいな感じだったから、でも怖くなっちゃって、前のトラウマがあるから。ちゃんとコミュニケーションを取ってさ、どういう方針がいいですかっていうのやってほしいよな、うん、これをやりに来てるのに、あの時はいやでもって言ってもすごい押されたの。自分ってもうまだそのガキみたいな感じです、分かんないし何も、大丈夫ですみたいな、そんなの神経取っちゃってても、もう全然神経残した方がいい医者いるけど、でも全然神経取ってもどうもなりませんみたいな、もう神経取っちゃって、もうかぶせちゃって、もうそれしてももう全然いいですよみたいな感じで、めっちゃ押されて、本当にマジで戻してほしい。でもね、それってね、これ歯医者とかで今言ってるけど、歯医者に限らずがんの治療であったりとか、いろんな病気の治療で方針が合わなくて後悔するって人ってやっぱめっちゃ多いみたいで、うちのお父さんもがんになってなんか新しい薬を試そうってなって、でそれはもうほんまに副作用が何十万人分の1なんです、もうそんなに聞いたことないですって言ってた副作用が、骨が溶けるっていう副作用だったけど、結果的に顎の骨が溶けても、そんな何十万分の1とか言っとったけど、顎の骨溶けても、結局ご飯食べられんとなって、人間ってご飯食べられんくなって死ぬって感じなんやなっていうふうに思ったんだけど、その薬をやったからどうかとかってのは分からへんけど、絶対ないと思っとった副作用出たりとかもするし、お医者さんって合う合わへんっていうのはめっちゃ考えた方がいいな、それは。本当に大切にしてくれるっていうか、もうなるべく体に打撃を与えないようにとか、何も悪いことないように、一番安っぽい一番軽いものをおすすめしてくる人の方が私は。これヤブ医者に当たったことあるね、めっちゃ。もうこいつ、これはほんまヤブ医者やなと思ってんけど、ビートたけしの家庭の医学みたいな番組ってさ、俺あれ見たら全部それ自分もそれやって思ってたんだけど、ちょそれがなんか足の裏にただほくろがあるだけだったのにみたいなやつで、うちもあってそれ足の裏にあるほくろってメラノーマっていうがんである可能性があるから、うん、ちゃんと調べといた方がいいよみたいな回やったんだけど、なんかもう俺それやと思ってメラノーマやと思って、ほんまにほくろがあったからよく見たら、うわーと思ってお医者さん行って、見てくださいって言って足出して見てもらったらね、ちょっと虫に結構近くなんか変なルーペみたいなの、ほくろって言われてるか、で家帰って、うわほくろかーと思ってコスコスコスってこすったら絶対それさやめちゃえ、それは後悔かもね、時間すべてそれはちょっと後悔でもそれで済んでよかった。いやほんまやな、そうや。最近のそのなんていうの、じゃあ削りますよって言われた時の、虫歯削りますよどうしたんですか、触らないでくださいって言って、前のお医者さん戻した時になんかこう削るって言われたんですけど、虫歯ですかって言ったら、いやあのもう全部直してるんで、虫歯っていうか多分触覚みたいなので削ってたりっていう部分あるけど、その虫歯じゃないので削る必要は僕はないと思いますみたいな。ないのに前の人なんでそんなすぐじゃあ、いやじゃあ削りますね、いややめてください、いやでも虫歯なんですけどって言われて、歯は一回削ったらもう終わりよ、もう生えてこないし、もう戻せないの、自分も前の歯に戻したいと思ってももう戻せないし、いくら悔やんでももう本当にもう毎回思い出すだけですごいもうトラウマだし、すごいコンプレックスだし、歯が汚いとかじゃなくて嫌なの、自分の歯がいいの。長生きする人は歯が健康っていうからね、皆様もね、歯医者に行くときにはその人本当に自分と同じ方針かな、自分の考え方一緒かなって、美容系の人やったら心理歯科とかもあって、矯正するよりもとにかく見た目をなんとかするのがいいっていう人もね、多分あれちゃんのパターンで歯全部入れて入れるっていうのが、それがいいっていう人もおるんやと思うねん、多分患者さんの中ではな、そう綺麗に見えるだけだったな、そうそう、なんかやっぱりな、ビジネス、医療ってものはビジネス。でも怖くない、綺麗に矯正しに行ったのに歯を削られたって恐怖じゃない、しかもこうかぶせますって言われた時に全然違うのイメージしてたし、説明もなかったから、削られた時のを鏡で見た時にちょっと笑ったらあかんけどもう何これってなって、もうちょっとした棒だけになってるんやもんな
笑ったらあかんけど、それ途中の過程を見てしまったんや。そう、なんていうの、ちょっとぐちぐちして、なんか水をって言って見たときに、まあ、もちろんお芝居にならないとかメリットもあるかもしれないけど、やっぱりね、あのつけたら自分の歯と同じになるよみたいな、すごいナチュラルだしって言われたけど、自分のものちょっと違うよ、やっぱり。熱量がすごいね。いや本当にこれはマジでみんなに本当に訴えかけて、私他の動画もいっぱい見たの、やっぱりダメなんだなって。やっぱりその健康的な歯で、しかも若い人はもうちょっと歯を白くするだけとか矯正だけでマジでいいと思う。その後に、なんか年を取ってさ、例えば40歳になってもなんか本当に汚くなっちゃったとか、あの虫歯になっちゃったからもう削ってやっちゃおうって言って思うんだったらいいと思うけど、見た目を気にして。けど自分の歯使えるんだったら自分の歯を使って美味しくものを、そのなんか噛む時にもう何も気にせんと、もしかしたら折れるかもしれないとかもう思うもん。あ、そうなんや。前歯でガヤッとなんか硬いものを噛んでやろうってできないし、値札みたいな、うん、あんなん歯とかで切れてたりしたらもう無理今。いや、そんな歯でやるんじゃないよ。それあかんで。今までは普通にこうやってできてたぐらい、なんていうの、自分の歯だし、その分かるから大体調節、これだと分かんないの、途中が自分のじゃないから、ね、ポリンっていったらもう笑い事ちゃうやん。本当に必ずお医者さんを選ぶときは虫歯を自分の歯だよ。例えば歯をそのまま削って虫歯を治すんじゃなくて、こういうものをかぶせて全部の歯をビニールで覆ってしまって、その治療する歯だけしか見えないようにして治療する人、なんか虫歯で、ね、飛んだりして他の歯にも感染するらしく削っちゃうと、それをちゃんとやってる人は青いビニールを使うんだけど、青いビニール使わないところはちょっと考えてちょっと諸説ありますから、ね。もうあるかもしれないけど、青いなんていうのゴムみたいなのを引っ張って、うん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 、口の中開けてその歯だけしか見えないように治療してる。青いゴムが大事です、皆さん。以上です。ああ。